はい。皆さん、あこんばんにちは。そして、明けましておめでとうございます。313金2500万台です。えー、本年度もです。今年もですね、まあ、ちょいちょいになりますが、動画を出していこうと思いますので、よろしくお願いいたします。まず、えー、2018年一発目の動画はですね、えー、と、鉄道コレクション第25弾を購入しました。で、こちらも中身はもう確認しておりまして、 えと近畿日本鉄道の826型と726型が出ておりますですのでそちらを紹介していきたいと思います、まあ、いつも通りぐたぐたですがよろしくお願いいたします、はい、ではまあちょっともう箱の方は開いちゃってますがパッケージはまあこんな感じですねえー、っと 今回は、京成電鉄200型、月景球の1000型、えー、近畿、近鉄の820型、えー、っと、あと、国鉄の、えーっと、これは、20、20型っていいんですかね。で、えー、っと、広島鉄道の1080型ですかね、ちょっと。すいません、ちょっと、わ。 この時代のものには詳しくないもので、ちょっと明確な知識ではないんですが、まあこのようなラインナップになっております。えっと、おそらく今回も、あの、定例通りのランダムの商品がなんか入ってるのではないかと思いますが、そちらはちょっとわからないです。はい。で、こちらはまあいつも通りの、えーっと、TN 化、TN かじゃなかった。動力化だとかトレーラー化のパーツのレースですね。 であとは、あと日本地図に今回ライ,ラインナップされた車両の、がどこの地域の車両かっていうのが載っています。ここはまあいつも通りですね。では、開けていきたいと思います。よいしょ。開い,いてみます。えっと、まずはこ、こ こちらが、止まったけど、ライトあれだっけ。まずは、こちらですね。こちらが726型になりますね。えー、っと、こちらは、在あ、ちょっと前の車両を見てですね。ちょっと、近鉄に関しては特に、まあ今回の段、 の車両はまあ特に詳しくないんですけど、近鉄なんかはもう形式多くてちょっとわからないなという感じなので、まあ外観等、問題ないかなどざっくり見ていきたいと思います。まずはまあ側面ですね。いい感じですね。で、前面。標識等と形式、それに前照灯など、特に不備は見られますね。 サイドビューも、えっ、ー、と、判定側のサイドも特に乱れはないですね。屋根上も大丈夫ですよね。はい。そしたらまあ、こちらは一旦置いときましょう。続いては、 続いては826型ですね。こちらは、えっ、ー、と、パンタグラフが付いているので、まあ JR でいう、モハに当たりますかね。先ほどの726型が、えっ、ー、と JR でいう、くハになるんですかね。この場合、ニユイニットなんで、クモハの可能性もありますね。はい。えっ、ー、と、まあ、パンタグラフが鳴っているよりは、先ほどの車両と、同じものになっています。特に、塗装の乱れなんて かは、見られないですね。はい。ということで、まあ、簡単になりますが、今回は、えっ、ー、と、はい。えっ、ー、と、近鉄、鉄道コレクション第25弾。えー、近鉄の近畿日本鉄道の820型の826と8 2 0 726の方を紹介してみました。いつも通りざっくりな説明で、まあ、お粗末なものでは、になったかとは思いますが、えっ、ー、とまあ、もし、視聴者の皆様に参考になっていただければ、再開、幸いに思います。まあ、このような感じで、まあ、いつも通りぐだぐだの動画で、本年度もやっていくか、また、あの、なんかのイベントレストなんかの、記録の動画として、 あげると思いますので、まあ、今年度も313万円2500万円でよろしくお願いいたします。ということで、今回の動画を終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。